しました。よいしょ。はいはい、今日もそうですね、今日もじゃない、今日は11時配信です。明日は6時半配信します。今日は AK ビンゴの収録でした。うん、そう、朝めっちゃ早かった。でもでも明日は6時半から6時半から配信します。明日、そう、明日も早起きなの、やばい。今家に帰った、もう本当に家は遠いから、なんか移動時間めっちゃ かかるけど、明日も、明日朝もうめっちゃ遠い場所行くけど、はあ、うん、でもまあでも楽しかった、収録楽しかった。なん、うん、あまり喋ってなかったけど人数が多かったので喋るチャンスなかなかないなかったんですけど、でも楽しかった。うん、そう、今日はたくさんのメンバーが、そう、収録ね、うん、うー、めっちゃ腰痛かったもう年だからかな、もう本当にずっと座ったら腰がうん、楽しければそれは何より、そうですね。あつきも分かるよその気持ち、ライブ普段ライブ見に来てくれる時もね、ずっと座ってくれましたよね、いつもありがとうございます。そうそう、 W まあ踊る方がなんか、立つ方とか、ずっと立つ方とか、ずっと座る方が大変、逆に踊る方が、まあ踊るのも踊るの大変さあるんですけど、でも踊る方がずっと座ってるよりいいはい、そう。それわかる、そう、ずっと立つ方が一番ね、しかも収録の時はね、な、後ろ壁がないの、あの腰を置ける場所うん、そう、でも猫背したらね、写りは よくないから、うん、つどがまして、だから腰が痛いの、うん、でもね、なんか私はね、なんかなんていうかな、劇場の椅子の高さはね、なんか私に似合わない、あ、後ろの席はね、そう、あ、そこを座ったらなんか座りづらいなと思う、うん、よく思う。
の席、前の席、あ、前の席は大丈夫だったけど、微妙な、うん、そう、席はね、劇場の席は、そう、皆さん劇場に座った席はね、多分大大メンバーみんな座ったことありますよ。はい、普通にメンバーも普通に座ってた。コンサートはリハーサルの時、もし客席行くならかもしれない。でもあんまり、うん、後ろだ、そう、後ろ高いの。ワクワクしますねって。椅子で寝てるの、うん、寝てるメンバーいるでしょ。でも普通に、うん、そう、ご飯食べて、そう、あの、そう、特に公園と公園の間の、うん、ステージから客席ってよく見えますか？前列、前の列の方見えますけど、でもやっぱりステージは明るいんですけど客席は暗いんですよ、うん、だから後ろの方は見えないんですけど、でも熱きオーラ出してくださったらとか、あのうちは持ってくださったら気づくかもしれない。どんなオーラ？え？感心されてる目線？なんかずっとこっちを見てくれてるなーと思ったら気づくかもしれない。言い方わかりづらいかな。なるほどねって。まあまあまあ、うん、わかるはわかるけど、うん、ガン見、そう、ガン見するよ、あつきを発見した。目悪くなったなったたら見えない、うん、でも最近本当に目は本当に悪くなってる。最近本当にやばい、結構やばい、うん、本当になんかこの 2,3 ヶ月くらいどんどんひどくなっちゃって、はあ、でも配信もね、配信はずっとモニター、あの携帯見てるから、今も携帯に向けて喋ってるから、そう、これかな、配信ね、ちょっと、うん、そう、そう、携帯見すぎかな。でも最近、うん、あー多分、あー最近、あーあーでも多分最近はね、結構遅い時間に寝るに関係ある。最近いつもめっちゃやばい時間に寝るの、本当にやばい。本当にやばい。自分はね、本当になんか最近、先月から結構いつもやばい時間に寝る、いつも。だからね、昨日もなんか今日は本当に5時前起きる予定なのに、昨日は2時半くらいまだ寝れなくて、そう、もう慣れてるから、めっちゃやばい時間に寝るって、慣れてるから、そう、だから2時間半しか寝てなかった、うん、
まあ休憩時間途中10分くらいかな、寝たんですけど、考えること、なんていうかな、まあ先月はね、なんていうかな、なんか夜の記憶力がいいから、まあなんかマジムリ学園のセリフ全部覚えようとしたので、そう、なんか夜にそう練習して、気づいたら本当にいつもやばい時間で、次の日もし仕事がなかったら本当にやばい時間寝るの。でももう慣れちゃって、でも明日も明後日もちょっと、そうで、しあさっての明日は握手会一部二部からですよ。でまた次の日は全部早起きしなきゃ。 やばーい、やばーい、早く寝て。 まあまだもうちょっとね。じゃあ30分配信するね。せっかく今日はちゃんとメイクしてるのにもったいないな。でも仕方ない、だって明日は6時半から配信する。一部早い、そうだよ。いつ泣くの？泣かない、泣かないよ。ちょっと今日のメイクをありがとうございます。今日はそうピンゴの収録でした。だからテレビ用メイク結構濃いなメイクしたんですよ。今日のまつげはいい感じで、前髪もともといい感じですけど、なんか休憩時間10分くらい寝て起きたら前髪はやばい。 メイクもボロボロですし、前髪はやばい。でも結構伸びた。だからちょっと切るな。切る。切る。何が違う？マスカラしてるから。普段の配信はね、してない。なんかまつげを休憩するな、いつもね。でも今日は、そう、AK ビンゴの収録だから、テレビの収録だから、ちゃんとメイクする。だからいつもと違うよね。でもこれは朝、めっちゃ早い時間、メイクしたので、もうボロボロになってるけど、結構ボロボロ。なので、そう、でもまあ、普段と違うね。ちゃんとメイクしてるから、もうボロボロになってるけど。でも、ちゃんとメイクす、なんか本当にね、やばい。普段は適当しすぎ。やばい。本当に普段適当しすぎ。やばいよ。いつもね、ツイッター見て、あつきの方はね、スクショして載せたら、あ、やばい。今日の顔やばいと思うけど、次の日また適当メイクしちゃう。なんかテレビの仕事がなかったらいつもちょっと適当。 人の前に立つ、なんか、そうですね、はい、そうで、またツイッター見て YouTube 見て、自分は本当にブスだなと思うけど、また次の日めんどくさいと思ってまた適当メイクする。3分で終わる。 本当に5分経ってない。1曲経ってない。2サビまでくらい。 2サビまでくらい終わっちゃう。普段はね、配信するときはね、ここ書いて、声書いて、リップ塗って、それだけ。そう、肌はすピンピン。そう、だから本当に2サビまでくらい、そう、終わっちゃう。そう、今日はテレビの収録だからちゃんとメイクしました。そう、
ボロボロになってるけど、でも今日のまつげも結構いい感じなと思う。もうボロボロだけど。そうそう、テレビ用、そう、はっきりはっ、わ、どれ、う、あ、どれ、このくらい、どのくらいだろう。でも化粧水とかの時間結構、保湿の時間結構かかるの。私本当に乾燥なので、だから普段なんか女の子はわかるかもしれないですけど、女の子はわかると思う。あの、なんていうかな、まあ何もしなかったら別に大丈夫なんですけど、ファンデーションとかしたらボロボロ、すぐに乾燥だったら。そうですよ。だから普段配信するときはね、別にしなくても大丈夫ですけど、でもテレビね、なんかファンデーションとか使うと、そう、ちゃんと保湿しないと、そう、これはめっちゃ時間かかるの。5分くらい保湿だけよ、5分くらいかかるかも、わからない。保湿、そう、保湿、え、どっち合ってる、保湿、どっちだろう、保湿かな、はい、保湿、はい、そうです、めっちゃ時間かかる。そうで、テレビ用、特に撮影とかテレビとか、マスカラちゃんとするから、これもちょっと時間かかる。他のは別に普段と同じですけど、やっぱり保湿とマスカラ、これ時間かかるね、私は。でも普段しない、普段休みの日はしないから、メイクは早いけど、撮影とか番組とかちゃんとメイクするときはちゃんとするから。そう、うん、普段は適当しすぎ、やばい、本当に。なんかそう、アイドルっぽくないですけど、あ、握手会はちゃんとメイクする、あつきに合うから。うん、もうお腹の音が、はい、そう、肌休めないと、そう、お肌ね、そう、お肌の休みも大事。聞こえた？ちょっと恥ずかしい。ガンマ。今食べちゃダメ。あ、でも朝ごはんは今日はね、朝とお昼の間で一食食べて、お昼と夜の間一食食べた。うん。そう。だからお腹の音ぐるぐるぐるした。ピコー。あ、でもそう、豪華のお弁当、ありがたいことにめっちゃ美味しかったんです。本当に美味しかったです。よかった。
そう、お肉も食べました、幸せ。でもね、最近なんか太っちゃうっていうか、でも休みの日はあまり食べて、まあ食べてるは食べて、全然食べてないわけではないですけど、でもなんかここの肉、痩せれない。休みの日ね、本当に1日取ったカロリーはね、普通の3分の1とか2分の1とかなのに痩せれない。はあ、やだわ。そう、体なんていかな、なんだっけ、まあ人それぞれですけど、そう、運動で大切だ。そうですね、はいはい。いやいやいや、あつきは優しいから。ね、普段一日何食食べるの？本当に先月から舞台終わってから結構生活はやばいやばいやばい。先月私なんだろう、仕事はなんか朝からの仕事はそんなに多くないかったし、あるんですけど、ちょっと待ってね、あるんはあるんですけど、でもそんなに早くなかったしね、マジ無理の毎日夜練習してて、だからいつもめっちゃやばい時間に寝る、めっちゃやばい時間に起きて、起きた時も朝ごはん食べなくても大丈夫な時間なので、で我慢して午後を食べて、午後ご飯1日1食の、休みの日1食2食くらいして、1食もあるよ普通に。でも1食だったらちゃんと食べるから安心してください。そう、最近本当にやばい、私本当にやばい本当に、今まで人生今まで一番生活なんていうかな、やばい。でもたった食べてるけど、そう、でも自分まあひどい、でも自分はやばいな、まあひどい、食べちゃなくて、自分はやばいって知ってるから、まあある意味でいい、ちゃんとしてるからそう、でも直してないのはやばい、よくない、これもしてる、本当によくない、本当にやばいです、私は。そう、でも休んでないな、どうすればいいかな。
誕生日はケーキ食べ放題。誕生日の日はケーキ食べ放題しないけど、クリスマスの日はにしようかなとちょっと思ってる。クリスマスの日ちょっとしようかな。でも太っちゃう。でもクリスマスの後はなんか仕事特にはねないじゃないですか。なんか1月1日なんか あそこの辺なんか休みが多いらしいじゃないですか。じゃああそこの辺頑張ったらと思って、じゃあクリスマスちょっと食べようかなとちょっと思う。昨日行ったあのケーキ食べ放題なんですけど、食べちゃい太っちゃう。でもまあね、ケーキ食べ放題本当に小学生ぶりくらいかな、1日くらいね。おー、でも油断しちゃダメ、もう怖いな油断したら。10年ぶり、そうで小学校5、6年生、10年ぶり、年数えなくても大丈夫だよ、ちょっと大丈夫、小学生ぶり、はいはい大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます。はいはい、顔ん？何？顔？うん、うん。何？うん。自分へのご褒美、そうだね。そうだね。自分へのご褒美、うん。そう。まあクリスマスだし、ね。うん。行く、なんか本当にもなんか昨日行ったんじゃないですか、昨日かな覚えてない、なんか大きいケーキを1個買って一気に食べるのは夢、私だったら絶対食べれる、別腹だから、そう1個買って一気に食べるという夢があって、もともと今年うん、ちょっとしようかなと思ったんけど、昨日なんかね調べて1個買ったら同じ味じゃないですか、で1500円くらいめっちゃ現実的な話で、でもそうケーキの食べ放題もなんか1500円のところもあるんだけど、2000円のもあるし、じゃあ同じ味の一つとたくさん味のめっちゃ食べ放題の方が、うん、食べ放題の方が本当に別腹、本当にたくさん食べれるからあっちにしようかなとちょっと思っております。はい、うん、はい、間違いないコスパってそうですね、コスパと考えるとやっぱね、ケーキ食べ放題の方がうん、いろんな種類もあって好きな分そうですねいっぱい取れる、なのではいはい、そうコスパを考えるとやっぱりねケーキ食べ放題じゃないと思って、だからね
そう、行こうかなと思って。自分は一つ大きいケーキ食べたら自分で食べるんじゃないですか。でもケーキ食べ放題だったらね、友達と、そうですね、昨日から行った。なんかまだ日は立ち入ってないけど、自分はちょっとケーキ食べ放題してたいなと 思う、勝手に けどまだ行ってない はい、25日会おうって言ったんだけ、はい、だけど何を食べるかまだ行ってないけど、まだ私もどこのケーキ屋さんっていうか、なんかまだ調べ中なんですけど、心は一緒に、でも分かる？ひわたんと一緒にケーキ食べ放題食べた罪悪感が、だって私絶対一人めっちゃ食べるけど、ひわたんは食べるの？なんか罪悪感が、だからまだ行ってないの、ひわたんに。はい、そう、ひわたんは優しいから絶対いてくれるけど、でもこっち自分の罪悪感が、だってそう、ひわたんは目の前にいるから食べたいけど、ひわたんを見たら、いえ、私は食べる資格がないじゃないですかと考えちゃう こっちの罪悪感が、そう、そう、なんかねえ、はい、でもまあ明日、本当に食べたいから、明日ひわたに言おう、ケーキ食べ放題行こうって言う まだ行ってない。はい、じゃあそろそろ配信終わろうかな。明日は6時半配信します。明日は朝ちょっと仕事があって、その後はちょっと何時かな、行きたい場所では、まあ場所、そう、やりたいこと、いえ、やりたいことではない、行きたい場所もちょっと違うんですけど、そう、とりあえず家に帰ったらちょっと遅くなるから、次の日も朝配信する。そう、金曜日も朝配信する。夜は配信できるかもしれないけど、心配性だから、一応金曜日も朝配信するから、だから明日の夜は配信しませんにする。はい、大丈夫ですか？ 頑張って早起きします。ありがとうございます。明日は6時半。はあ、じゃあ私何時間寝れるのか。まだお風呂入ってないし、お風呂入ったら結局2時くらいでも6時起きてメイクするから、6時起きて4時間が、はあ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 、はい まあでもまあ今日は2時間もうなんとかな、ね、大丈夫大丈夫大丈夫。はい、すごい、なんかカラオケなんだろう、このはい、大丈夫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 、でも今週頑張ったら、来週月曜日は全白がやったことない曲があるんですけど、頑張るね、この1週間頑張ったら、ケーキ食べ放題食べる。お、そう考えたらエネルギーもらった そう考えたら、すごくない？確かに全部終わったらケーキ食べ放題、よっしゃ、はい、そう、楽しみがあるっていいね、よっしゃ、じゃあ行く、はい、ありがとうございます。はあ、突然めっちゃ やる気満々になった やる気満々、急に元気、ごめんね、本当にケーキが大好きだから この1週間頑張る。はい、じ
じゃあそろそろ配信を終わりたいと思います。今からランキングを読み上げたいと思います。はい、13位は KCG さんです、ありがとうございます。12位はタカさんです、ありがとうございます。11位はすずかさんです、ありがとうございます。10位はよっちです、ありがとうございます。9位はごかあお久しぶりですの読み方5K23です。え、お久しぶりですよね。え、めっちゃくちゃ、え、前け、めっちゃくちゃ前、ご家人さん合ってますよね。めっちゃ久、一年ぶり、え、前も来てくれたことありますよ、一年ぶりかな。え、お久しぶりです。はい、わかんない、1年じゃないかもしれないけど、はい、じゃあ続きます。次はあさまです、ありがとうございます。7位ははやてさんです、ありがとうございます。6位はひろきちさんです、ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。次は5位かな、5位はちょっと見えない、ちょっと見えない、ごめん、えい、えい、クロスケさん、ペペ熱くちょっと笑いつまっちゃってはい、ありがとうございます。ペペ あの新豆ですね、新豆はい、クロスケさん、新豆のクロスケさん、ありがとうございますありがとうございます。はい、かわいい、やばいはい、ありがとうございます。じゃあ続きます。4位は椅子だけど椅子じゃないんです、注意ですね、契約のため食生活はちょっとやばい、なんで、そう、一緒に普通の食生活に戻りましょう、戻りましょう。大丈夫ですか？え、私は食生活は結構やばいんですけど、全然痩せてないから、だから全然変わってないんですけど、肋骨、え、大丈夫ですか？え、本当に大丈夫ですか？はい、一緒に普通の食生活に戻りましょう。はい、続きます。3位はしきたんです、収録お疲れ様でした、今日も早く寝てくださいね明日は6時半から配信ですよ。私もお仕事が大変なので、抹茶エールください可愛い、毎日も配信ありがとう、こちらこそね、いつも見てくれてありがとうございます。明日、そうですね、明日早い時間配信するけど、ぜひ見てください。じゃあ続きます。次は文章さんです。はい、今日12回目の17ちゃんの誕生日です、おめでとうございます。パチ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 、本当にね、めっちゃ近いんですね、なんか2日ですよね、実は。そう、2日近い、そう、すごい、だから、そう次の握手会は23日ですね、お互いお誕生日おめでとうって言いましょうね近い、本当に2日がさ、すごくない、女いて座そう、本当にね、近いね、すごい、さすが、さすがというね、すごい、お互い言いましょうね、23日まだもうちょっと、うん、日曜日ですね。はい、じゃあ続きます。最後1位は清丸です。クリスマスに食べ放題だそうです、罪悪感よりコスパを考えてケーキ楽しんでください
サラヘヨー、ありがとうございます。かわいい。まあそうですね、そう、じゃあ1日許してくださいね。なんかそう25日、まあ25食べる予定なんですけど、26日もしなんかちょっとイノシシになったらちょっと許してくださいね。もう頑張って戻るから一日ちょっとはい、来年はイノシシなのではい、うん、まだなんか確定じゃないけど、でも食べる予定です。はい、じゃあ皆さん見てくれてありがとうございます。6、7時間後かな、7時間後も経ってない、6時間半後くらいまた配信しますやばい、生活はやばい。はい、6時間半後また配信するので、ぜひ6時間半後また会いましょうね。ありがとうございました。バイバイ。